先生、ちょっと時間もらうね。先週の木曜日は何の日だったか知ってる？そう、私の誕生日。今年も覚えててくれてありがとう、先生。当日はアビドスのみんなにお祝いしてもらったんだ。ケーキやお菓子を食べて、プレゼントをもらって、あんなに賑やかなパーティーをしてもらえるなんて思ってなかったから驚いた。でもすごく嬉しかったな。だから先生も、もっと私を祝ってくれてもいい。ブルーアーカイブ。